皆様、こんにちは。ラジコン料理のお時間です。本日は、ラジコンだけで週14で食べたいチンジャオロースを作っていきます。材料はこちら。牛肉、ピーマン、タケノコ。早速、作っていきましょう。まずは、タケノコを細く切っていきましょう。ロードローラーに包丁を装着し、切り込みを入れていきます。何度も切り込みを入れ、タケノコを半分にカットしていきます。綺麗にカットできましたね。ここからはできるだけ細くカットしていきましょう。ここでのポイントは無心で切り込みを入れ続けることです。何度も何度もラジコンを前後させ細く切っていくのです。ここまでの少量時間は1時間で、水につけてアクを抜いていきましょう。次にチンジャオロースの代名詞、ピーマンの細切り工程です。ご自宅にある台を使い、ピーマンを落下切りしていきましょう。今回はピーマン4つを使用します。こちらがもしピーマンが空から降ってきた時の貴重映像です。どんどん落下切りしていきましょう。すべての苦しみから解き放たれ、大地にピーマンの雨が降り注いだ後に天空開闊のチンジャオロースが出来上がります。切れたピーマンを器に移しましょう。お次はお肉に下味をつけていきます。塩コショウ、ショベル少々、お砂糖、ショベル少々、おろし生姜、ショベル少々、お醤油、ショベル1杯、オイスターソース、ショベル1杯、片栗粉をまぶしたら料理酒、ショベル1杯を加え、お肉全体に味が染み込むよう10分間かき混ぜていきましょう。中華はスピードと火力が命。ピーマンの鮮やかなグリーン、タケノコのシャキシャキっとした歯ごたえを出すために油通しをしていきます。このひと手間が美味しい料理を食べてもらいたいという愛情の証。これこそラジコン料理が美味しくなるゆえんなのです。隠し味なのです。油通しした野菜を移し、ごま油を敷いた中華鍋に下味をつけたお肉を炒めていきましょう。ある程度火が通ったら野菜を入れてさっと炒めていきます。お好みで胡椒やラー油を回しかけたら、ラジコンだけでチンジャオロースの完成です。いただきます。出来たてっすね。湯気がすごい。お味はいかがでしょう。これ週14で食べれるわ。うまっ。よかったですね。皆さんもぜひラジコンでチンジャオロースを作ってみてくださいね。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ラジコンに作ってほしい料理があればコメント欄でお待ちしております。ではまた。